体に異常は？お、別に。スクナと変われるかい？ああ、うん。多分できるけど。でも。大丈夫。僕最強だから。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。キュー、そろそろかな。クソ、まただ。乗っ取れない。そこで君だ。え？君が死ねば、中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。貴様には借りがあるからな。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。スクナに狙われるなんて光栄だね。先生とどっちが強い？そうだね、力のすべてを取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう？勝つさ。犯人探しも面倒だ。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。あまり伊地知をいじめるな。私たちと上の間で苦労してるんだ。もっと言って。男の苦労なんて興味ねえっつ。もっと言って。そうか。有事のことでも分かる通り、上層部は呪術界の魔窟。保身バカ、世襲バカ、高慢バカ、ただのバカ。腐ったみかんのバーゲンセール。そんなクソ呪術界をリセットする。僕はさ、性格悪いんだよね。知ってます。伊地知、後でマジビンタ。マジビンタ。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ首がすげ替わるだけで変革は起きない。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。楽しくなってきたか。危機感の欠如。ま、僕を狙ってきたのは確かだね。危機感の欠如ね。自ら足手まといを連れてくるとは愚かだな。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。いいのかな、そんなこと言って。貴様、早く言えよ。払うぞ。言っても払うけど。何が言いたい？わかんないか。あんたらがしょうもない地位や伝統のためにせき止めていた力の波がもうどうしようもなく大きくなって押し寄せてんだよ。牙を剥くのが僕だけだと思ってんなら痛い目見るよ、おじいちゃん。少しおしゃべりが過ぎるの。おお、怖っ。はあ、やれやれ。最近の若者は敬語もろくに使えんのか。花から敬う気がねえんだよ。最近の老人は主語がでかくて参るよ、ほんと。五条悟の大好きなところで山手線ゲーム全部。その調子で頼みますよ。今の虎杖君にはそういうバカさが必要ですから。お、学願寺学長。いやー、よかったよかった。びっくりして死んじゃったらどうしようかと心配しましたよ。クソガキが。それで話って。あ、なんで切れてんの？別に切れてないけど。だよね、僕何もしてないし。京都側の調査を歌姫に頼みたい。私が内通者だったらどうすんの？ないない、歌姫弱いし、そんな度胸もないでしょ。こわ、ヒスは持てないよ。私の方が先輩なんだよ。なんで仲良くできないのかしら。歌姫に似たんでしょ。私はあんただけよ。ほらおじいちゃん、散歩の時間ですよ。昼ご飯はさっき食べたでしょ。
急ぎましょう。お前だな。あ、ラッキー、ラッキー、ラッキー。殺すぞ。こいつにはいろいろと聞かないといけない。死なせちゃダメだよ。ほら、手当てして。うん、あ？あ？え？お、野球？いたの？どういうことだ？やが、いや、私は確かに個人戦と。待て、ちょっと待て。やが、お前はまず五十をどうにかしろ。君のお父さんさ、善院っていういいとこの呪術師の家系なんだけど、僕が低レベルのろくでなしでお家出てって君を作ったってわけ。